国士舘大学の体育学部を卒業しましたので体のことには自信があったんですね。で、私が26歳の時にリラクゼーションサロンに勤めることになりまして、26歳から今から約15年前ですねに勤めました。で、先輩やあの上司にですね、あの技術指導をたくさんしていただきながら、たくさん来られるお客様をこうほぐしてたわけです。まだ当時はね、あのサロン自体が少ない時代だったので平日でもね、お客様がもうすごくたくさん来られるんですよ。ですので私もね、1日10人は下ることはなかったです。まあそういう意味ではね、たくさんの人をほぐせたんで、あのいい、ね、訓練になりました。で、そういうことを繰り返してですね、2年もしないうちにいわゆるあの上手な人になれたわけです。その上手な人っていうのは、そのお客様にですね、あなた上手やねと、うまいわねって言われて指名をもらうんですけども、そういうレベルになることを言うんですね。で、それをまた繰り返してですね、指名もだんだん増えてきまして、まあその会社には3年、数ヶ月勤めたんですけども、その当時の上司に誘われてですね、あの新しいサロン作れへんかということで、で、まあ私もそういう話はすごくあの興味があったので、あの一緒に作ることになりました。で、また当時もサロン少ない、いい時代でした。オープンしたんですけども、新しいオープンさせたんですけども、それでもやっぱお客さんはね、結構来られて、売り上げもどん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 伸びていくわけです。で、そういういい時代もありました。で、そういう時にですね、私も独自のサロンを持ちたいということで、違う場所に私個人でね、あのサロンを開業させていただいたんですけども、まあそろそろサロンの数も増え始めててですね、あの全国展開するチェーン店とかも増えまして、その今まで通りやっててもね、あの売り上げが伸びるっていうことはなくなってきたんです。それでまあ今でもね、こうサロンっていうのは伸びてますけど、数が増えてますけども、同じことをしてたって伸びるわけないじゃないですか。周りと同じことをしててもね、そのいわゆるね、上手な人っていうのはたくさんいらっしゃるんです。もう あちこちに今やったらもうたくさんいらっしゃると思うんですよ。ですので、もう結果みんなとやってること一緒じゃないですか。私がやってることっていうのはね。なのでね、その上手な人から脱皮しなきゃいけないと思ったんですよ。で、当時苦手にしてたガチガチさんは非常に苦手でした。多分ね、上手やって言われてる人たちもガチガチさんは苦手やと思うんですよ。で、嫌やと思うんです。当時のね、その技術力じゃね、到底ほぐせませんでした。けどそれなりに私力だけはあったんで、それなりに効いたんでしょうね。ですんで、そういうガチガチさんからも指名はいただいてたんですけども、私としては全然楽しくないわけです。疲れるだけやったんでね。でもこの人たちをしっかりとあのほぐせるようになってファンになっていただいたら、これからもこの商売やっていけるなということで、あのガチガチ専門ということでやり始めたんです。ですんでね、今のセラピストさんも 見られてると思いますけども、きっと上手な方々だと思います。たくさんいらっしゃいますよね、上手な方っていうのは。ですので、さらに上を目指してね、あの目指す方向はいろいろあると思うんですけども、私はガチガチさんをほぐせるように、なりたいと思って、そっちに向かって、努力をしました。ですので、皆さんも何かね、今の段階よりももう一段上に行かれてはどうでしょうか。その私が今目指してるっていうか、現在やっているガチガチ専門なんですけども、ガチガチさんっていうのは非常に多いですね。まだまだ皆さんがガチガチさんをほぐせるようになって、そういう方々をターゲットに施術しても需要はたくさんあると思います。全国にガチガチさんっていうのは山ほどいらっしゃいます。このガチガチさんというのはね、ご自身でも分かってはるんですよ。病院行ってもね、湿布薬もらったり、痛み止めもらったり、そんな程度ですよね。それじゃ解決しないというのもご本人分かってはるでしょうし、あと電気治療とか首の牽引とか受けてもね、何の解決にならんというのはガチガチさん本人は分かってはるんです。
なのでこういうサロンをね、あの渡り歩いて、しっかり押してくれるとこを探してあるんですよね。でそういう人たちを一度でもしっかり、ほぐしてあげてね、あのファンになっていただいたらもうすごい、ね、リピートしていただけますんでね、そういう方たちの助けになれるようになるのもいいんじゃないかなと思います。